クラウディア・カルディナーレはイタリア人の両親のもと、フランス保護領時代のチュニジアに生まれたイタリアの女優である。愛称は c c 母語はフランス語で、イタリア語は18歳になるまで話すことがなかった。1957年、チュニジアで開かれた美人コンテストで優勝したことがきっかけで映画界入りした。フェデリコ・フェリーニ監督やルキノ・ビスコンティ監督の作品が、 代表作。1960年代には、フランスのブリジット・バルドを、アメリカのマリリン・モンローらと並び、イタリアの CC として、セクシー女優としても人気を誇っていた。米国アカデミー賞で、第37回に、プレゼンター、第42回に、リレー式の司会とプレゼンターを務めた。2002年、イタリア共和国功労勲章を受賞する。2013年には、 大阪ヨーロッパ映画祭の名誉委員長を務めるなど、複数回日本を訪れている。カバンを持った女1963年1966年に、映画プロデューサーのフランコ・クリスタルディと結婚するが1975年に離婚。現在、ユネスコ親善大使にも就任し、教育を通した女性の権利保護活動を進めている。子供が二人おり、1975年以来、 映画監督のパスクアーレスキティエリと暮らしている。クローディア・カージナリー・バイオグラフィー・ハット、大阪ヨーロッパ映画祭、最新作、集めて20回、毎日新聞2013年9月27日、大阪夕刊6ページ参照。フィルムスターリビールズ・シークレット・オブ・ベビーさん。 ササンヘラルド、erald, http コロンスラッシュスラッシュニュース .google.com スラッシュニュースペーパース、apers, id イコールドクブアボジアンド、シドイコールデュークダボジアンド、ピコグラムイコール3634 45、45285、ハット clau diacardinale.biography-center.com、hat clodia c a r d i n a r ラブガダス、インフォ、ありがとうございます。